名人、急になんかカメラ回してるけどどうしたの？早速なんですけど、一個思いついちゃったんですよ。あ、はいはいはい、ドキリ。仕事としてのヒカルさんが言われてたやつ。マジで？いや、まあさっき動画撮ってたじゃないですか。ロレックスのね、はい、データのね。で、このまま買った方、売っちゃおうかな。え？え、それそれ多分結構やばいと思う。だって3年間予約してロレックスずっと欲しがっとってようやく届きましたっていうやつだけど、でもまあぶっちゃけこっちの方がすごいと思うんですよ僕は。ああ、オーディオビデオまあまあまあ、こっちつけたもんいいじゃないですか。しかもこれなんか定価超えるとか言ってませんでした？それ言っとったな。結果プラスじゃないですか。だからまあこれ売っちゃうっていうのがもう一発目。どうですかね。まあでも何でもしていいって言ったら結構やばいと思うけど、しょっぱなかな俺。最終まあ買い戻せば済む話なんで。僕はちょっとそうやってその値段で買わなくて高くなるよ多分単純に。いやでもまあお金系に関しては多分許してくれると思うんですよ。だからもう行っちゃおうかなっていう。でも行く？今やったら行けるけど。どっかありますか？これ売れそうなところ。あるあるある。じゃあそこ今からいいですかね。ほんと早いね。名人でもすごいな。もう電話してもらって。 OKOK。 じゃあやろう今から。帰ってきましたね。帰りもヒヤヒヤしましたよ。みんな隠しカメラだけ仕掛けてヒカルさんが帰ってくるまで撮ってます。あ、めっちゃ金持てる。何万なんそれ。310から300400ないか。まあ名人が待って、そういうこと。仕事してきました。ロレックス行ったけど、前も習ったロレックス、どう考えてもどう考えたとロレックスがそれに変わったってことやもんな。いやなんかそういうことじゃないの名人。俺がそういうこと言いたかったわけじゃないや。別になんか名人にドッキリ仕掛けてくれてたけど、これじゃないんやな。何でも止めなかった。いやいや、マジで。どうせ冷静にはもう考えて。めっちゃ30分俺あの動画撮ったわけやんか、ロレックスに。思い撮って、そもそも一回もそういうつけていってないのに、売るってやばいやん、だいぶ。普通にこれ、いや、その普通の、はい、なんか俺のよくからミニゼドも売るっていうのとまた別の話じゃん。俺だからもう次元が違うからね。これ3年待ってんのこっちは。いや、もちろんそれはあるんやけど、いやあの時にいや光がいやこれは結構エグいで、ほんまにドッキリを何を仕掛けてきてもいいみたいなことをまず言っとったやん。名人たち言ってなんか名人こっからみたいななんかなっとったから、一番なんか面白いというかすごいインパクト、世界にインパクト与えれるんじゃないかっていう発想を重視した俺は。マジで確かにすごい金額出てたよね、うん、これ多分120万で買ったやつが多分もう300万ぐらいだと思うな、パッと見。だからもうその単純に名人のことを考えたらそっちの方がいいんかなっていう名人を優先したの俺は。あとまあオーディオも持ってほしいっていう。まあ確かにな。いやーこれやばいな。いや別にいいんやけど。ええんや、極端だしいいんやけど別に。まあまあまあいいんやけど、得したわけやし、どっちにしろな。いや別にだから言ったら120万で買ったやつが80万になって帰ってきましたやったら、3年間ってそれ40万損しただけや。明らかに買っとうから間違いなくな、投資的には。忘れてもよ、壊れたことやもん。おお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 おやばいやばい普通に。いやこれマジでやばいってマジで。いやまあもういいけど、めちゃくちゃ一応喜ぶと思ってやったやん。すな、なんぼやんこれ。これエグすぎ。これ280。どげついなマジで。プラス150ぐらい、倍以上ですから。エグすぎやろこれ。マジか。いやまあまあええか、しゃあない、しゃあない、もうしゃあないかな、もう得したし。まあまあまあええか、 YouTube やったし。もうそういう人生なんだよな。いやまあまあ PR あるしな、曲だからそういうことだ。 PR あるから別に。そうやな、まああそこでしかも名人がだからいきなり行った瞬間やから、バッて行った瞬間に、まあ、確かに面白いわ、面白いけどな。
やりましょうよって名人が珍しい。ああ、まあ面白いな、いや私が面白いな。あんだけ熱弁したデルタラン1週間楽しみましたとかじゃないからな。あれは手に入らへんじゃったの。いやそれ無理やって普通だけど3年待ちやんだろ。珍しいって言うと。いやそもそもだって考えてん120万円で買ったやつこんなんなる。いや、やばいよ。あともおかしいんだよこれ。なんかマジであいつの価値って勝利は高い、うん。十分やばいことしたけどね、もうのっけからでパッと思い浮かんない。まあ一発目やしでかいことやらな感じですね。やっぱ確かにどでかいなこれやったら。ビビを疑ったもんな。ラジオ名人が。いや俺の感じでやっててもここまでの札束が出てくるってまあまあない。100万円の帯が出てくるとあれやけど、帯なしのこんだけのほんまにラフな感じの280万出てくること多分過去ないんちゃうかな。280万こんなにガツいんや。これやばい、かったな。やばいやろマジで。だからオビスにだったら勝手外してもらったもんね。ちゃんとあったのに息はやまってこれやばいなマジで。なんか1970年ぐらいのデータラとかやったらその当時のやつだけで500とか1000万超えるらしい、話によると。ほんまにそれがいい、レアリティが高いから。だから眠らせれば眠らせるとやばいっていうのが前提のトゲやから。もっと待って言った方がよかったかもな。いやでもここでやるっていうのがやっぱスピードなんて笑いで言ったらやっぱ絶対大事だから。ほんまに何年も待ったらもう面白くないから。そう考えたらやっぱすごいセンス早かったな。いいマジで。いやこれ普通俺が金に物言わして単純に100万で買ってきましたってやつだったらまだ別に俺もなんかまあオッケーオッケーになるかもしれんけど、まあまあ、これ3年待っとるからな。確かにあんな映像が撮った後の、ただまあこれも面白いけどな。どっちにしろすごいな。うならしたよ、ヒカロやりましたね。仕事した。これはやりましたね完全に。まあ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 損もしてないから、まあまあ、決してな、決して損もしてない。だから3年間を待って3年間が160万に変わったっていう、めっちゃくちゃいい投資したなっていう感じの話やん。俺は別に言ったら買えるわけやもんな、これ別に3年越し。またもうちょっと安くてな、うん、3年越しもう一回待てばな。うん、うん、もう買わんけどな。誰じゃない。まあでも買っといてもいいんだよ投資やから。タコスなかったんやけどな、俺が言いたかったことは。まあでもまあしゃあないな、もう練習みたいな。まあこれも練習、208万の練習。208万のミット打ち。これはもう名人がプロでメジャーで目指す上でのミット打ちがこれやから、すごいファイトマニアだなほんま。1試合目練習試合から、1試合目から飛ばしていった、うん、でもまあこれでなんか打ち上げでも行くかこの金で。名人も適当にこれでやるわ。仕事量名人ももうマジですか。俺もいやお前は無理やって、お前は普通に止めへんかったんやから。えお前仕事できてないんだはっきり言うけど、お前の仕事はこれ止めとくことではっきり言うけど。でも止めたらこの動画誕生してない。いや誕生せんかったらもういつでもこの動画撮るから。普通にもっと値上がりで撮ったから2年後に撮っても多分ミリオン行くわ普通に。この動画そもそもなかなか手に入らんもんやから。大丈夫でまだ怒ってそれ。いやその手に入ったら俺が一応おったからいい。そうっすね、付き合いぐらい行きましょう。付き合いで終わりよお前は。そんなにまたドッキリを思いついたんですけど、 YouTube っていろんなジャンルがあるじゃないですか。その中で子供とかペット使って金儲けしてるやついるんじゃないですか。いますね。そら言い方はあるけど、まあ、今回それをやろうかなと思って。どういうことやろうかなって。いやもう子供使ってバンバンヒカルさんの好感度も上げて最後子供使うよ今回、はい、なんでここ広いじゃないですか。もう幼稚園にしたのかなっていう。こう遊具とかちゃんと置いて、うん、子供も呼んでっていう。うわー、ここに帰ってきたらいっぱい園児がおるみたいな。しかも知らん人です。うん、あの他人の子供がおるっていう。ドッキリ。はい、なんで光はどんな反応になるのかっていう。そうです、まあ子供もいるんで一緒に戯れてもらって光さんも。あーそこで好感度が、好感度爆上げです。すごいね、明治でもそれ。じゃあ前さん、子供と遊具の手配だけしてもらっていいですか。もえいいですか、僕も星5行ってくるんで。明治もやってや。いやいやいや、僕の役目は考えるってことなんで、もう雑務は全部前さんって光さんも言ってたんで。じゃあしとくわ。だからもうお願いしますよ。了解了解。いつもヘマするんで今。もうちゃんと 10歳の子とか連れてこないでください。連れてこへんわんな。じゃあ幼稚園が完成するまでちょし。はい、完成しました。完成しました。できすぎます。もう完全幼稚園再現でしょこれは。幼稚園の休み時間はもうこんな。完成したんで、トトロ感で答えは、あとはもう光さん待つだけなんで、待ってきたいと思います。はい、もう
ヒカル帰ってきたみたいでね。リンガリンガブー、ほらリンガリンガブー、ほら意味あってこれや、何でしょ、マジ何でしょ、これはヒカルの新居、幼稚園に泣きのドッキリ。めじで考えた仕事です、これも仕事。イエーイ、イエーイ、リンガリンガブーやったら、リンガリンガブー聞いたらいいやん、聞いたらいいんじゃない、ほらリンガリンガブー。それだけめっちゃここのコリンってだけ、それだけリンガリンガブー見せるよ、見たいということで、今名人がね、ポリゴイマイちゃん、5歳、5歳、なんだこれ、シュート入ってんのこれ。名人これ見たかったらええな、完璧じゃないですか、やっぱ完璧じゃないですか、これで好感度アップ、好感度爆上げなんで。あげたかったらしい、あげたかねえ。みんな可愛いね、やっぱたまじろくん遊ぼうか、これでたまじろくんの心を開かせることができたらすごいけどな、あげろ、たまじろくん見てよ、たまじろくん、でもプラレールがさっき好きって言っとったから、たまじろくんはもうまじ遊ぶね。はい、周りで私が勝手に幼稚園やってるというよくわかんない動きだったんですけど、まあでも小さいこと遊ぶこと自体がなかなかないんで、おかえりだ、最初よりだいぶ打ち解けて、トモジローはもうすごい笑顔やもんね今。メジンどう、これ成功、楽しい時間過ごしたんで、よかったなって思いますね。じゃあ、今回これで終わります。バイバイ。バイバイ、バイバイ。あっち、あっち。あ、バイバイ、みんなバイバイ。バイバイ。バイバイ。じゃあね。キロ追いつきました。僕ね、まあ、こんだけヒカルさんと長く付き合ってきてますけど、うん、怒られたことないんですよ。本気でキレられたいね。僕今回すごいドッキリ思いつきました。マジで、ほんまにヒカルがマジで多分怒る、ブチギレるっていう、僕やったらもう怒ります。それがここをゴミ屋敷にします。だから前やってたじゃないですか、そのゴミ屋敷を買って、ああ、エコスケさん、はい、で、なんか掘り出し物見つけたみたいな、ああ、でも結構再生叩き出したあの、はい、ゴミ屋敷、まあ、それを引っ張って引っ張るどういうこと、引っ張るっていいの、要はなんかまあ前シリーズ化みたいな、はい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 、まあ、それのまあ延長じゃないですけど、逆にゴミ屋敷しちゃうみたいな、ああ自分のとこはでもマジ嫌いやから、ゴミとか引かれて、まあ、確かにそうですね、ケツランがまず嫌いやから、基本的にちょっと潔癖入ったから新たな一面、うん、と見れるんじゃないですか。
見たことないような。じゃあまあそういうことなんで、前、はいはいはい、コスケさんに片付けてもらってたじゃないですか。あ、まあまあまあ、逆にあそこにこうゴミでいっぱいできるようになんか手配してもらえませんかね。片付けるんじゃなくていっぱいにしてほしいと、とりあえず。いけるんかな、それ。まあ、お願いします。完成しました。バカじゃない。やばないこれ。ちょっと想像以上でしたね。トラック2台分らしいで。やばいっす、ね、パンカンとかもあり、ペットボトルもありますし、いろいろ。やっぱこれ、これちょっと想像以上でしたね、僕。これでも、いっちゃうでしょ。いっちゃうでしょ。いるでしょ、いくらなんでも。あります。じゃあそうですね、もうすぐ帰ってきますか。まだもうちょいかかるやろうけど、ぼちぼちしたら多分帰ってくるんじゃないかな。まあ、あとは隠しカメラ的な仕掛けで反応ですね。予想できないでしょうから、これは。なんでね、ちょっとヒカルさんの帰りを待ちたいと思います。ヒカルさんが帰ってくるまで続きます。富士山みたいになってるもんな、不法投棄された。いや、これ住めへんな、これこんな状態やったら。僕誰かおるやん、おいサイコパス、マイスカ出てこい。ドッキリ大成功。こいちたすぎるやろ。ヤンマー、こいちたすぎるやろ、ドッキリ大成功。もうちょっと声張れたよ、こんな大掛かりだとしといて。そんなこいちたこんな大掛かりだとしといて。大成功。そんなテンションじゃない。手に空き缶3つするだけのテンションが。ドッキリ大成功があるんだ。成功してへんやろ。なんなこれ、何が本気やん、これは。マジでマジで。ねえ、お前おしゃべりだって。お前誰、兄貴兄貴。お前血のつながって一般人やろ。ちょしゃり出てくんだよ。お前ただの家族やん。動画回った方がもう YouTube 上でもその家族出したらいいから。よう出てきたやんか。お前ほんまにカメラこう出してはよ、しゃがんどきよ。何が目的マジで、これ何なん、どういう目的、これ驚かすためにこれやったってこと。やられたかったらしいです、名人は。本気でどういうこと、怒ったら首やつ。そんな言うてんねん。俺はそんなあんまないねん。一回も切られてないから。俺は結構怒られたけど、そういうのを見てきて一回も自分は切られてないと。あ、一回ヒカルさんをほんまに切れさせたいっていう。いやいや、まずそもそも枚数がかかっといて怒られるのも前や。俺はだから準備しろって言われたから準備してただけです。それお前が悪いんだから。お前も管理不足、お前も上司なんやろ。上司が見たところで、あの部下が何かしたら全部お前の責任や、そんな分かったん。単純にやっぱりさ、誰もやってないことをやりたいっていう。もう明らかにこの規模のことは他の YouTuber 誰もできてへんし。ひもなしバンジーとかやってる。え、ひもなしバンジー。死ぬから。誰もやってへんから。そしてほんまに驚くわ、俺本気で止めに行くわ、俺本気で。普段見れへん俺見れるわ。俺の目の前にひもなしバンジー飛んだらビビるわ俺も、さすがに。やっぱゴミ屋敷っていうのはワード的にも強いとふさわしいんじゃないかなっていう、この動画。仲やろ、何だ俺マジで。何がしたいんやん。めっちゃ汚いやん、ティッシュとか。めっちゃ汚い、誰が履いたか分かんへんな、なんかほんまに靴とか。いや、まあ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 、エコスケさんにね協力してもらって。エコスケ間違えたやろ、協力の仕方。ゴミ屋敷を片付ける専門だけじゃなくて、やっぱりゴミ屋敷を作れるんだぞっていう。エコスケまで何が目的なの。あいつら俺がうまいこと宣伝したのに、あいつらもう何なの。何したいねん、ゴスケ。なんでこれ協力したんだ、あいつら。まず単純にやっぱ面白いっていう、そのやっぱメールの企画力でしたね、光れたっていう。これはさすがにやめろって、ほんまにめっちゃお金かかってるやろ、こんなんだって。こんなん手間めっちゃすごいやろ、これだって。まあ手間は4時間から5時間ぐらいかけて作業させてもらいました。編集しろよ、夏休みの。お前編集してましたよ、だからその間に。お前らしろよ、ほんまに。だからその作業中に編集しとったやな。そんなん撮るんじゃ、お前ら。昨日も俺マイスに2時間ぐらい説教して、お前遅いんやと。お前何しとんねんと、ほんまに。編集撮るにせしやがって、ほんま。
まあ、すごい、でもいい動画が夏にふさわしい。ふさわしくないってお前。二人がゴミ屋敷作っただけやろ。無能の無能やろ、まあ、これ。まあ、でもやばいやろ。でもまあ言って200万再生取るんでね。そうですね。はい、これで。コンテンツとしてはもう抜群のコンテンツ。いやいや、これやったらあかんで、こんな。いや、ゴミ屋敷にしちゃうと。これは絶対やったらあかんわ。もう住めへんやん、こう。いやいや、別に片付けたらな。いやいやいや、元通りやん。いや、無理無理、匂いとか絶対、もうダニとか飲みとか、着物あるでだって、そもそも。こんなんダニと飲みしかおらへんで。ラーメン、タンスの中に何十年もしまわるとってあるってこんなん。まあ言って、一回業者やるんだよね。もうクリーニングしたら。もうそれで終わりでしょ。いやいや、金かかるやん。そもそも、これでも金かかったよ、どう考えてもこれ。いや、これは、前やっぱりすごい反響があったということで、無料でしていただきました。片付けも無料でさせろよ、エコスケに。片付けはちょっと分かんないです。いや、分かんへん、おかしいやろ。散らかすだけ散らかして帰んないよ、エコスケ。どこにないやつ。エコスケなら多分下で休憩してますね。とつのエコじゃないやん。エコスケ、あんな仕事引き受けたんだよ、あいつら。いや、マジでこれ。いや、でもこれ大成功。大成功だと思います。キャラのこの顔なかなか見えへんと思うね。大失敗よ、この顔。これまでサイコパスシリーズとして1作目2作目3作目まあまあもうええわ、じゃあ許すわ、これはもうええわ。ああ、じゃあ今から上司の命令で、お前さんちょっとゴミなんか飛び込んで。え、一回再生数欲しいから飛び込んで今から。いや、もうでも十分。いや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 、再生数の伸びんやん、俺が飛び込んだから。俺が決めることやから。婚約指輪貸して、結婚の結婚指輪。それ全部こんなのにあげるか。絶対貸して絶対もう外れないんですよ、これ。でもエコスケが見つけてくれるやん、普通に。いやいやいや、外れないです、これ指が。いや、外れるやん。無理っす。なんか貸してよ、お前の見つけたもん。とりあえず早くこれ片付けさせろって、エコスケに。あいつらほんま暇やな。何にしたんやつら、まだ同じメンバーで来たんちゃうか、あいつら。じゃあ、まあエコスケさん上がってきてもらいたいと思います。いや、思いますじゃないから、普通に。その喉仏すらムカつくな。はい、来ていただきました。すごいな、これ。元通りや。そういえばこんなソファーもあったな、思い出した。なんかちょっとなんか埃臭いというかね。確かに多少はみたいな、ちょっとなんか感じするんで、しばらく換気しないとこれは進んでいけないんじゃないかな。まあでもまあ元に戻ったんで、上のレベルに戻ったんで、これは良かったかなと思います。あとまあ、江戸助さんのこといろいろね話しまして、もう無料にしろと。何とか無料にしてくれんかと言ったら、エコスケさんちがオッケーしてくれたんで。あざっす。本日はもうお金かかっておりません。名人残念やったな。まあでも名人そこが似合いじゃないもん。まあまあ、そのあの顔を撮れたことが正直成功やわ。まあはい、僕の中ではさっき言ったのと違いだよ。怒ってほしかったって。いやでも怒ったやもんやん、あれ。割とはでも怒ったよな。あの顔や、今までにないような感じでしたけどね。俺もゲーム思ったら、まあ、めっちゃ怖いと思って。ほら、ナイス。いや俺もなんか怒られた方がいい。おい、でも実際に俺に切れた時の顔はまだ出てきたってまだまだやっぱ。100倍すごい。もうなんだろう、プロ野球と臭いけど。